おはようございますユニコーンファームがお送りするスタートアップ1年生の教室へようこそフリーーアナウンサーの林理瀬ですこの番組はスタートアップ企業を考えている人や転職を考えている人新規事業に関わる人に向けて企業に必要なスタートアップの基礎的知見をお伝えしていきます。さて今日も 企業の科学の著者であり、ユニコーンファーム代表の田所さんとお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、皆さん、おはようございます。よろしくお願いします。さあ、本日のテーマは何でしょうか?。はい、今日はですね。あの起業家が絶対持っていた方がいい。まあ、スキル三選ですね。について話したいなと思ってます。絶対持っていた方がいいスキル。はい。これは気になります。これは自分がそのエンジニアであろうが、デザイナーであろうが。 あの、まあ、ビジネスパーソン、ビジネス寄りのね、あの、企業家であろうが絶対持っていた方がいいってスキルですね。ああ、それを3つあるということですね。はい、まず1つ目は何でしょうかあの、前提として、やっぱり企業家、スタートアップの強みっていうのは、お客さんと話しながらものを作るということなんですよね。お<ー>で、これを前提においてこの3つを作りしたいなと思ってます。はい。まあ1つ目が、まあ、インタビュースキルですね。ああ、え、それはあんまりイメージしてませんでした。はい、あの。インタビュースキル。はい ここでうインタビューって、なんかその面接とかのインタビューではなくて、顧客インタビューのスキルですね。あの、まあ、インタビューってなかなか皆さん別にトレーニング受けたこととかないと思うんですけども、ただやっぱりスタートアップで大事なことが、まだ誰もやっぱり言語化しない、まあ、インサイトを見つけるってことなんですけど、やっぱり一番有効な手段の一つが、ま、インタビューだと思うんですよね。で、この基本科学の中にも結構インタビュースキルについて詳しく書いているんですけども、 あの、まずちゃんとその誰を対象にしてインタビューするのかであったりとか、あとはそのインタビューにもね、例えば1対1であるデプスインタビューとか複数になるそのグループインタビューもありますし、まあ、インタビューの進行の仕方も身につけると。あとはインタビューの結果が出ましたとこに対して、そこをちゃんとこう課題を構造化してですね、 まあどこに、その、この現象が起きている原因があるのか、みたいなところを、こう、構造化していく、整理していくスキルも含めたインタビュースキルが大事かなと思っています。このインタビュースキルを身につけ方とかってあるんですかそうですね。まあ、やり方についてはこれに書いているんですけど、まあ、結構インタビューは数をこなしていくことが大事かなと思っていますし、やろうと思ったら結構簡単にできるんですよ。まあ、自分たちがターゲットにしようとしているユーザーですよね。例えば皆さんが、介護ロボット、 文字をやろう、やろうと思ったときに、当然そのインタビュー相手としては、介護士の方になると思うんですよ。はい、なんか腰が痛いんで、それをロボットとかどうにかしたいってあると思うんですけど、うん、そういう方々とかって、まあ、ビザスクとかユニリサーチっていう、そのウェブサービス使ったら簡単に見つかるんですよね。なんで、その方々に対して、まあ実際に、まあ30分1時間でインタビューしてみるということが大事かなと思っています、うん。さあ、二つ目は何でしょうか 二つ目がですね、プロトタイプ作成スキルかなと思ってます。プロトタイプ作成スキルあの、エンジニアみたいに、本当にこう、ハードコーディングして、なんか重調広大なプログラムとか、ものを作る必要はないと思うんですけど、まあ、簡単な紙芝居とか、まあ、簡単な、その、いわゆる、まあ、実際ユーザーが見てですね、あの、イメージできるようなものですね。例えば、その、口頭で、 こんな孫の手どうですかって、とうとうと説明するよりも、紙でもいいので孫の手作ってみるちょっとこれ書いていただけますかって言ったら、その本当に痒いところに手が届くかどうかって検証できると思うんですよね。ねなんで最近だと本当に、いわゆるノーコード、ローコードって言われるみたいに、書かなくても、コード書かなくてもですね、本当に、例えばフィグマとかバブルとか、ああいうのを使うとですね、簡単にそのアプリとか LP とか作れるんですよ。うん、そのあたりのスキル、そんなにあの、 時間もかからずにやっぱり見つけることができるので、プロタイプ作成ス,スキルがあると、先ほどね、インタビュースキルの部分結構表裏一体で、実際課題を検証するインタビューがありますけども、実際に物を持っていって、ユーザーの反応を見るっていうインタビューもあるんですよね。はい、結局、そこが一番、その、ね、あの、スタートアップにと,とって大事なポイントかなと思っていて、まだ、その、実は欲しいものだったんだけども、誰も言語はしないものを見つけるっていうことだと思うんですよ。うん なんで、このプロタイプ作成スキルによって、よりその顧客が欲しいものの解像を高める。それが可能なのかなと思ってます。さあ、三つ目、なんでしょう三つ目がですね、あの、リサーチスキルかなと思ってます。リサーチはい。あの、ま、一時情報を集めるのは当然大事なんですけども、まあ、ある程度の競合調査であったりとか、あとはその外部環境の状況ですよね。やっぱそこのリサーチをするっていうのが、 僕もこれまで数多く記憶を見てきたんですけども、ちょっと1時間リサーチしたら、あの、明らかにここに活字がないとか、すでにもう市場があったりとか、競合いるみたいなところっていうのが、あの、わかるにもかかわらず、やらない人本当に多いんですよね。あーへぇ。あの、まあ、なんか、本当に国会図書館に行って細かく調べるのではなくて、まあ、簡単なね、このグール検索でもいいんですよ。でそれでやってみるとか、あとはやっぱり、既存の、すでにある、その、 商品とかプロダクトっていうのを、やっぱり自分自身で使ってみるのが大事かなと思ってます。まあ、例えばわかんないですけど、健康のアプリ、ダイエットアプリやろうって言った時に、当然ダイエット向けのアプリっていっぱいあるんですね。ライザップもやってましたし、アスケンもありますし。うん、実際それをもう自分でダウンロードするとか使ってみて、スクリーンショットをバーで撮ってみて、うん、その時に何かこう違和感を感じたりとか、これがいいなって感じの全部こう書き出してみるんですよね。うん 結局、そうやっていくと、まあ、自分でゼロからね、車輪を再発明することなく、他の人がすでにやっているものっていうところから、こうね、足したり引いたりできるわけなんですよ。<ー>なんでど、どうしても企業家って言ったら01でゼロから作るってイメージがあると思うんですけど、まあ、そんなことは全然なくて。例えばね、iPhone とかもそうなんですよ。iPhone とかもともね、あの、Apple が作ったニュートンってありましたし、あとは、その、着想を受けたのが、やっぱりその、ソニーのオークマンだったりが iPod ってあるわけなんですね。はい そこから別の技術っていうのをこう、あの、買収してきて iPhone で作ったわけなんですよ。なんで実は iPhone なんかも4つか5つの、いわゆる既存のものっていうのをこう掛け合わせた。まあ<ー>その結晶なんですよね。うん。なので、そういうふうな、あの、まあ調べるというか体験してみるスキルですよね。うん、まあ大事かなと思ってます。はこのスキルっていうのは、まあ3つバランスよく、あの、習得していかなくちゃいけないですよね。うんうん、企業家にとっては。 これは、あれですね。一つでも足りてないと、なかなか前に進めるのは難しいですか、ね、そうですね。まあでも、インタビュースキルがあると、結構リサーチスキルも高まるのかなと思ってて、なるほどあの、まあ、インタビュースキルって多分、エキスパートに出す、ね、インタビューもあるんですよね。結局、ググっても出てこない、えー、っていう情報もあったりするんで、うんうん、結局、インタビューすることによって、その、まあ、いろんな、なんつうの、業界の、まあ、潜在的な課題を見つけるってことはできると思うんですよ。 で、プロトタイプっていうのも、実はインタビュースキルがあると、そのプロトタイプ作成もどんどんどん進むんですよね。うんうん、なんで、ぜひその、まあ、インタビューというか、まあ、インサイトを獲得スキルっていうことが僕は非常に大事かなと思って、これ基本科学のとチャプター2に結構詳しく書いてるんですけど。はい、ありがとうございます。ということで、本日は企業家に必須のスキル3選ご紹介いただきました。